このビルドアップがヴェルディの形です。そうですね、やっぱり安定的に相手陣内に入るとこう、はい、熱い攻撃をね仕掛けられますよね。ヴェルディ、井出はマイナスクロス、小池が滑り込んでシュートは、ゴールインが認められました。このシーンです。でこうワイドに起点を作って斜めにそのスペースを使うと、ここですね、一回ワイドに起点を作りましたよね、福村が。でそこにスペースに入れが、まあ、さらにワイドの高い位置を取りに行って中最後詰めると。今までこの相手陣内でね、あの人数をかけて分厚くコンビネーションを発揮するっていうシーンがなかなかこれまでの試合ちょっと作れなかったんですけども、今はヴェルディの強みが出たシーンでしたね。最後ボランチの36番藤田も詰めていました。その前で5番の平、先制ゴールの藤田から前線の9番の佐藤、そして右に出ました19番の小池は上げてきてシュート決まった。25番の花と追加点が決まりました。東京ヴェルディ後半の3分、まずこの藤田から佐藤のこの引き出した場所が非常に良かったですよね。でここ小池のコントロール最後ちょっと外に流れたかなと思ったんですけども、逆にこう体を腰をひねって鋭いクロスを送るという結果になりましたよね。ここでね、あのキーパーとディフェンスの間、これでもですね、最初はもしコントロールがうまくいってたら小池もシュート打ってたんじゃないかなと思うんですけどもね、結果的にこの藤田のターンと佐藤の引き出す場所ですね。やっぱりヴェルディとしてのそのポイントは自陣で引っかからずに相手陣内にいかに入るか、